ほら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 。ほら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 。何やってんの？上からいっぱい降ってきた。上からゴミを吐いています。いや最悪。ほら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 。たんだ。あ、見せた。鳥が落ちていった。飛べよ。飛べよ、お前鳥だろ。鳥になってこい。鳥になってこい。あー、ぶちまけても本当に。さあでは皆さん、バッチリとソーラさんの無茶ぶりの素材がすべて集まりました。これから第一階層を作りたいと思います。何階層まであるのソーラさん？これ多分相当数あるでしょ。だってすげえ離れてる、うん。35階層ある。これがあれ、チーム内のチャットじゃなければただの嵐だからね。35階層って言った？うん。ちょっとこれ35個。え？今12だからこの3倍くるの？そらさん、じゃあとりあえず15までにしときますか、今日は。はいはい。今日はこのぐらいにしといてやるべーっていうことで。やるべー。やるべー。微妙な名前。今日はこれでいる。今日はこれで許してやるみたいな。やる、そうそうそう。15OK。とりあえず1階層ができればあとそこからつなげていくだけだから、うんうん、簡単だと私は思うです。ね、この集めた材料を全部上の拠点に持っていきま、上のあそこに持っていきますか、みんなで、うん。持ってきましょう、みんなで。じゃあ僕は問答無用でチェストをぶっ壊していきますから、皆さんロストする前に拾ってね。ああ。なんかすげえ増えたよ。おらは。おらは、破壊なり破壊なり破壊するなり、急いで往復班急いで。お、拠点、拠点どこに作るの？こっちだ。山の上？山の上に拠点作りますから。これ消えますよ、5分ね。消えません、バセさん、急ぎましょう。常識にとらわれていてれば当たら…噛みすぎでしょ。めっちゃ慌ててた。一番慌ててるよ。えへへへ。急いで急いで。どこ？5分5分。どこ？5分以内に。どこ？どこ？翔さん。翔さんについてっていいのかな、これ。どことかじゃない。感じて、感じて、場所を。はいはいはい。流さないで。あ、ついたー。冷たくしないで。あ、ごめんごめん。このね。チェストは？チェストある、チェストはある、ガミちゃんが持ってる。多分これは、拠点はソーラさん的にはどっかが床になるはずだから、多分俺わざとこういうところにやるわ。なんで？こうする。多分ソーラさんが、あー、そういうことね。そう、ソーラさんはそういうことすると思うから。ロロ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 
とりあえずすぎるだろこれ。コップもダイヤシャベルも全部入れてやる。急いで、オフハン急いで、ないな、消えるから、みんなが集めたものが消えるから。なんでこんなミニゲームみたいな移動の仕方考えたんですか。リーダーが雑だからです。壊しちゃったんだい。急いで急いで急いで。早く早く早く。これ消えたらすごいショックだよね。ほんとよ、ソーラさん、ほんとよ。あ、でもこの1時間がパー。あ、ないないのは拾ったから、それとも消えたから。確認の通りすべがない。ない。怖い、怖いな。ないぞ。ない。多分済んだかな。ほんと足りた。やだよ、俺オーク全部消えてたら。あれ、もう何も残ってない。何も残ってないよ、ソラさん、そこには。とりあえずあの直通路作んないといかんすね、ここ。確かに、そういうのは鳥ちゃんが作るはず。階段かなんか作る。なんで俺なんですか。いや、なんかいつも便利にするじゃん、勝手に。勝手に不便でしゃなくていいと思う。確かにね。じゃあ、作ろう。あそこから、ちょっといっぱいだわ。まっすぐ、まっすぐあの木に向かって伸ばせば。ああ、いいっすね、それ。ね。見栄え大丈夫ですか。
見栄えが。ソラさんが気にならなかったら壊すぐらいだからきっと大丈夫。ああ、なるほど。もう俺も壊すよ、もう一回作りますから。オッケー。もう一回作る。バラシだな。負けね。やばい、負けね。懐かしいバラシ。バラしてもまた組み立て。何ですかこれ。パイプみたいになってるんですか。これはきっと床を作るから、この下にやるチェストどっちにしても壊すためになるからみたいな。ちょっと頭を使ったガミちゃんの作戦です。見栄え、そうだ、これバラされるわ、これすぐ邪魔確かにな。ショウさんのベッドが入ってる、ここに置いといてあげる。ペロ、置いといた。あざす。え、俺のベッドは知らないよ。早くしてくださいね。待って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 、俺のベッドは寝てますよ、こっちは。ちょ、待って待って待って、組戦法。ベッドあんじゃん。どこよ。あれ、あ、ごめん、トモさんのベッド私が持ってた。出たー出たー、ここで伏線回収。でも私のベッドどこ行っちゃったんだ。知らないよ。ここ緑色のベッドしかない。はい、ソーラ病、それソーラ病。ソーラ病。マジソーラ病。人は死んでるし、もうおとりちゃん死んでるし。で、クミさんは食料を上に安定供給してください。クミさんはライフラインね。OK。はい。危ない。結構人のものを紛れて持っちゃってますね。こんだけぐちゃぐちゃになっちゃうと。ソーラ病です。いやー、ソーラさんと一緒にされちゃったか。悪口が過ぎるぞ。あれ、バステンさんの通り道はどこだ。あ、ここだ。俺削ってるけど、ショウさんも削ってる。やってますよ。やってますよ。言い方が面白い。一生懸命やってますよ。絶対狙ったっしょ。狙ってるんだよな、字幕剤。はい、字幕剤。狙ってないっちゅうの。完全に字幕剤。字幕剤。字幕剤ですね、これは。割るだけ。うわ、すげえ。ベイクドポテトがすごいお祭り騒ぎになってる。祭りけど、なかなかその表現しないですね。お祭り騒ぎだよ、これ。ベイクドポテトとお祭り騒ぎは組み合わさらない。いや、これ見たらわかる。じゃあ、こうしとこうぜ。かさ増ししとこうぜ、ベイクドポテトの。こうしとこうぜ。クミさんの食料補給ですか、うん、やばいですよ、これ。真ん中のチェスト、これ。いい、すごい。お祭り騒ぎでベイクドポテトは。何ちょっと気に入ってるんですか。あ、そっちですか。あ、でもあれ全部埋めちゃいませんでしたっけ、ヨガの時は。いや、あれ、まだあっちありました。埋めてないはず。あそこがなんかクミさん溶岩階段事件のところに繋がるからですよね。あ、じゃあそっち救ってきます。はい、クミさん溶岩階段事件。語呂が良かったですね。ね、本当に。岩に捕まれー。はい、捕まった。クミさん。クミさん、だってそこ溶岩じゃん。あ、ダイヤ剣、ダイヤ剣だけ。ワッサン、ダイヤ剣拾って。ダイヤ剣が。わかんない、わかんない。うわ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 。クミさん、どこ行ったかな。どこ行った？ダイヤ剣、うわうわうわ、クミのラン、クミのラン、クミのラン、これやばい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 。ねえ、そのアイテム。ダイヤ。なんもないよ。溶岩に包まれてた気がする。俺だって絶対溶岩だと思ったもん。てか、なんか溶岩がえらくなってる。じゃ、うわあ、クミさーん、クミさーん。逃げて逃げて、下の人逃げて、下の人逃げて、下の人逃げて、逃げて逃げて、下の人逃げようがないもんだって。やばい、襲われてるもんこれ。知らん知らん知らん。なんであそこで飛び込んだんだ、溶岩に。大慌てで生き返って探しに行ったもんな。クミさん慌ててんの、喋らねえけど分かるんだよな、動きで。それが面白い。頑張ろうと思った。そうなんだ、頑張ろう。ここが外枠だから、それが白いコンクリートブロックね、この土が。あ、ここが、その一つ違う、石レンガの位置になる。あ、ここが石レンガの位置ですか。うん、じゃあこの土ブロックの内側がトゥートンになるわけですね。そうです、トゥートンです。トゥートンね、了解。こんな感じです。
そう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 。こう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 でこうのこうのこうのこう。早いぞこうなってくると。早いねー。こうなってくると早いもん。毎回ツートンにしてるから我々。あれ？なんだもう慣れたもの。もう慣れて。おいしそうだ。あのなんかこういう柄のクッキーあるよね。あるあるある。ちょっと高いやつ。そうそうそう。美味しいんだよな。カントリーマーム。カントリーマーム。カントリーマーム。焼いて食べるのが好き。焼くんですか。焼くカントリーマーム。へえ。焼くわけ。美味しい。美味しいですよ。カントリーマーム、うん、焼くと美味しい。うん。やったことね。カントリーマームココアが食べれない。食べれないんだ。残る率は異常だけど。そう、バニラの方が美味しいよね。うん、バニラの方が人気はありますね。あ、そうなんだよな。早いな、我々こうなってくると本当に。外資も追いつかないかもしれない。ね。こう壊す。ほらね、俺が言った通りこれチェスト一回上に上げといてよかったよ。誰も褒めてくれません。すごい。えらい、さすが。慣れましたもん、それにも慣れましたもん。鍛えられてる。鍛えられてるってか。おいおい。ここ。はい。ここ。はい。ここ。はい。ここ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 。どうだよね。よいしょ。おっと。うさぎさんが暴れてます、私の家で今。あ、みーちゃんが。何年前くらいやってんだっすよ。何年前くらいやってんだっすよ、みーちゃんが言うの。おい。みーちゃん。すげえ。あ、間違えた。ここだけ間違えた。よっしゃ、もうそろさん容赦なく埋めていいね、ここ。どんどんプレッシャーかけていくよ、そらさんに、うん、あーでもやっぱ面白い形の拠点ですね、これは、うん、なるほど、なるほど、あ、ここで間違えたんだ、雪玉がゆっくり来てるから、へー、面白い、間違いが分かりました、1,2,3,4,5 合ってる合ってる合ってる、大丈夫、うん、こうでした、こうでした、僕は高見の見物、高見のベイクードポテト、むしゃり、うん、これでここの間を埋めてくれる、ポテイトをそこからやる、ここからポテイトをやる、ここからポテイトを、あかーダメだよ、でもこれで一回はあの白いコンクリートがこの後、はい、この周りを囲んで一回完成です、オッケー、じゃあ白いコンクリで周りぐるっと囲むところまでやりたいと思います、ね、はい、水をここに撒いたんで、え、なんだっけ、砂利と砂利と、すみません、ここにやられると流されてチェスト開けられなくなります、失礼しました、砂と染料、おおおお、そう、染料、なんだっけ、砂利が四隅だね、染料何色だっけ、白ですね、骨粉ですね、よいしょ、そうそうそう、逆回りだ、逆回り、お、大分最近同じスピードで同じスピードで邪魔邪魔邪魔って言われた、何も見えなかったずっとともさんが右画面右側同じスピードで同じスピード同じスピード邪魔ボケねえ回収できてない、回収できてない、よっよっ、何個持ってんだ、オッケー、え、コポコポこれで合ってるでしょ、どこいんの、あ、いたいた、うん、そういう感じ、そういう感じ、うん、あれ、じゃあこれがあれか、壁に、また白い拠点だな、きっとこれはははーん、ソーラさん、俺は分かって、きっと白い拠点、
ノーコメント貫いてるし言っちゃつまんないもんね。なるほどね。あ、でもあれか、赤とか、あ、オレンジとか使う。あ、でも屋根に、屋根がオレンジって言ってました。これはヒントで、ソーラさんが。うん、白にオレンジが、なるほど。オレンジ色の屋根は初めてですよ。確かにね、今まで赤やって青やったもんね。ちょっとね、違う色にしてみたかったの。いいね。よし、バスネさんから回収した。あ、でももう一周終わっちゃうんじゃないですか、これで。あ、もう足ります？いらないもん。終わっちゃ、今のところ終わっちゃった、これで。はい、止めます。ふーん、こんな感じか。みんなでやると早っ。早いね、もう1回戦終わっちゃった。うん、え、でも何回戦でしたっけこれ。35回戦です。わーお、すげーでかいですね。35。でもここが一番時間かかるんじゃないかな。床も埋めるから。あと2階があるなら2階の床だけど、あと壁だからね。あ、そっか。そう、埋める。じゃあ、あと外壁。そうそう、あと外壁、2階の床と天井じゃないや、屋根が多分時間かかるだけで、多分ほとんどここからサクサク進んでいくのではないかと私は思っています。うん、形もね、ずっと変わらずに上がっていくので。なるほど。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画の続きが見たい方はこちら。そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。